たまちゃん、俺は誰よりも。
してかな。いつもどんな時も一生懸命みんなのことを考えてる。全部がうまくいくように考えてきたつもりだよ。今笑う方がいいかな、今泣く方がいいかな、手の上げ方はどうかな、こうかな、足の出し方はどうかな、ちゃんとできたかな、間違っていないかな、みんなの望み通りにできたかな。でもみんなの願いはみんな違って、バラバラに違ってて、誰かが悲しくても誰かは嬉しい、誰かが喜ぶと誰かが悲しい、どんどん離れちゃうんだよ。だからもっともっともっと心を透明にして、空気がただそこにあるみたいに、ずーっとみんなに染み込んでいけたらいいのにな。どうしてうまくできないのかな。どうしてかな。わかんない。わかんない。わかんない。もう何もわかんない。何をどうすればいいのか、何もわかんないよ。みんなのためにやってきたよ。一生懸命やったんだよ。学校でも家でもここでも。でもわからないよ。これからは誰のために何をすればいいのかわからないよ。もう立つ方法だってわからないよ。しゃがんでる意味もわからないよ。立つこともしゃがむこともできないよ。そしたらどうしたらいいの。わかんないよ。耳を塞ぐ。何も知らない。知りたくない。それでずっとずっと遠いところでみんなから離れて息もしない。眠ってる間に
くなればいいのに。消えたい。消えちゃいたい。翔子さん、ここっす。なんすか？無理っす。もう俺は俺なりに手を尽くして探したっす。どこにもいない。無理っす。だから無理だって。
人は。ギタ先輩は人を好きになったりしないっす。誰のためにも動かないっす。だから飛田先輩を見つけても、どっちにしろたまちゃんは悲しい思いをするだけっす。俺には無理っす。できない。飛田先輩のことも分かるから。飛田先輩も必死なんす。今ヤバいことから逃げてる。そりゃそういうすげえいっぱいまずいことしてるけど、生きるためっす。正吾先輩には分からない。飛田先輩とは違いすぎる。正吾先輩の飛田先輩との決定的な違いは、分からなければ許されると思っていることっす。分からなければしょうがない、しょうがないことだけど、飛田先輩は刺されてもいい覚悟で生きてる。生きていれば誰かを傷つけるものっす。それはしょうがないっす。誰も傷つけないで生きることなんて不可能だから。たとえ自分が知らない間に傷つけた相手だろうと、突然現れた他人だろうと、理不尽な事故でも天才でも、いつどんな時でもいきなり刺されることがあるんだと分かって生きてる。そしてそれをそういうものとして受け入れる覚悟だ。それが飛田先輩っす。いや。